今日のゲスト、メインゲストでございます。鈴木圭司さんです。もう一回。おはようございます。おはようございます。鈴木さんが現役で通算何勝したかご存知ですか、皆さん。はい。ピンポンですね、317勝。すごい。歴代4位。以降、最後の300勝投手ですよ。もうおそらく、出てこない。なってますか。はい。めげないように、また恥やと思わないように、失敗は当たり前だというぐらいの気持ちで、失敗を恐れたらダメですね。なるほどね。うん、だから一番誇れる記録は何かと言いますと、560本の被本塁打世界新記録。これね、やっぱり逃げていてはそこまで到達しない数字です。やっぱり鈴木さんといえば真っ向勝負というイメージがね、我々あったわけですよね。そのホームラン560本が奪った三振3061につながって、勝ち星317勝にまたつながっていったということになるんでしょうけどもね。さあ、今日はせっかく鈴木さんがお見えになってます。もう鈴木フリークの方もその前の方にいっぱいいらっしゃるんで、ちょっと今日はですね、いつもあんまりやんないんですが、質問を受け付けます。西本監督の指名です。あ、やっぱりね、西本さんは鈴木には新たがいいなというのを見たみたいですね。なるほどね。で、まあ、たまたま良かった。で、梨田とも組んだことあるんですよ。でそれも良かったんですよ。別に梨田が悪くて新たがいいってじゃなくて、はい、別に梨田は梨田で良かった。私の監督時代のコーチしてくれましたからね、梨田もね。ね、私面白い表現するんですよ、はい、例えば家に おるのが女房言いますよね、はい、嫁にしたいのはね、家に置きときたいのはやっぱり私有田だと思うんです。あ、うん、で連れて歩いて恋人気分で彼女として歩きたいのは梨田だったです。よく分かるね、表現で。分かります、はい、梨田は八方美人でね、ピッチャーが打たれてもキャッチャー謝りに来るんです。梨田がすいませんって言って、有田は私が首振るでしょ、サインに対して。だから同じサインをもう一回出すんです。だ私は嫌やっつって言う。でもう一回、3回ぐらい同じサイン出すんです、有田は。でもう嫌やって言うたら、4回目5回目になったら、はい、もうこれで投げて打たれてくださいって言って、私の要求したサインは打たれ打たれ打たれって言う。それで打たれたら、それ見てかという、そういう感じのキャッチャーなんです。だから本当にね、自分の信念持ってましたね、梨田は。有田は。なるほど、ね。梨田は、私が梨田のサインに首振って、直球やって言った時に、梨田はカーブのサイン出しとって、いや、あかん、俺直球やって言ったら、直球すぐ出します。で、打たれる、すいません、監督、いや、鈴木さんって言って、梨田謝りに来るんです。俺が悪いんやないかと思うんですけどね。そういうなんか、ことを引き受けてくれたんですね、梨田は。なるほどね。うん、だから日本ハム行って監督として成功してますもん、彼ね。やっぱりね、人の話も自分をみんなこう、ね、自分のもんにできるだけの。なるほどね。西本監督との思い出、まあ一番の思い出っていうのはね、やっぱり僕どうですかね、初め大嫌いやったんですよ。監督就任された時は根気があって、もう会うたんびに鈴木鈴木って言って、私がもうピッチングするたっぷり、練習するたっぷり出てくるんですよ、はいはい、その根気に負けてしまって、本当に俺のことを思って来てくれるんだと。でこの、人についていこうという、そういうような気持ちになって、それから私も心酔しました、はい、そして7年間ですかね、一緒にやらせてもらって、最後の6年目の時に監督辞める言ったんですよ、はい、監督も辞める。その時私は涙ながらにシーズン終わった時に、監督もう1年続けてくださいって言って、で付き合ってもらったらよかったんですけど、最下位になってもたんですよね、またね。だから逆に西本さんに申し訳なかったんですがね。今日はその近鉄の中でもまさにレジェンドと言ってもいいかもしれません、鈴木圭司さんにお越しいただきまして、ひととき楽しんでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとう。皆さんお元気で、お元気でね、ありがとう。